株式会社エイラッカングループの菅野豊美と申します。はい、よろしくお願いします。この間の5月中旬に一度行かせていただいたんですけれども、はい、その後って現状はどのような感じですか？まあ、あの時とも変わってませんで、 だけどもあのさらにあの自粛はまあ前々からあったんですけども、ちょっと自粛と風評、なんか最近差別も出てきたような風潮も見られますね。具体的になんかどんな差別？やはりその電力、まあ、今私ども工事関係者ですとか、それから被災者の方お泊まりになってるんですけども、そのまあ被災者が泊まってるっていうだけでもう旅館を別に変えてしまうっていう状況がずっと続いているような形です。それはもう福島には行くんだけれども他の旅館に泊まるいや、まあ、最初、まあ、ほとんど旅行会社さんなんですけども、あ、はい、まあ、まずお電話が来て、まあ、問い合わせが来ました、はい、うん、普通は空き状況を確認するんですけども、そうじゃなくてまず被災者は受けていらっしゃいますかと言われまして、私ども、まあ、嘘はつけもないものですから、最初は泊まってますと言いますと、あ、かしこまりました、じゃあ結構ですって言ってこって電話かちゃん。一般のお客様ではなくてってことですか？あ、一般のお客様ではないですね、旅行会社さんがほとんどですね。一般のお客様は逆にあの予約してくる方っていうのはいらっしゃいますか？一般の方も、まあ、かなり、かなりというか、まあ、前よりはですねだいぶ良くなったような傾向ではあるんですけども、やっぱりまあ、旅館でやるこう飲み物をたくさん飲んで、まあ、コンパニオンとかお客さんを呼んでっていうのはやっぱ少ないですね、まあ、この間の泊まった日に朝の小学校、小学生かな、はい、朝通ってるような感じがあったんですけど、朝のバスが迎えに来て、はい、そうですね、7時20分に、はい、その村のバスが、川内村ですから、はい、川内村のバスが来まして、そこで、まあ、熱海の旅館に、まあ、被災されてるお子様を乗せて、それで学校に行くという形です。子供たちの様子とかってどんな感じですか？まあ、他の旅館さんのところはちょっとわからないですけども、まあ、私どもの、ね、お子さんたちは、まあ、旅館も広いもんですから、もう旅館全体をこう運動場に見立ててもう大騒ぎしてらっしゃいますね。まあ、子供たちの中でやっぱ元気がない子がいたりとかっていうのはあまりないですか？そうですね、毎日朝9時半に、まあ、被災者の代表の方々と一緒にこうミーティングをしながら、まあ、体調管理にはまあ気を使っているものですから、まあ、今のところは、まあ、風邪とかは、ね、若干ありますけども、まあ、それほど具合の悪い方はいらっしゃらないと思います。僕は安倍さんを中心に、はい、応援会とか応援旅っていう企画があると思うんですけど、はい、まあ、どんなふうに進めていきたいとか。実は去年の3月に、私ども福島応援健康応援ということで、福島産素材 100% を使ったビュッフェダイニングをオープンしたんですけども、ちょうど3月26日に、そのオープン記念式典をするわけだったんですが、まあ、志半ばで、まあいった震災になってしまったので、まあ、その、オープン1周年記念ができなかったんで、今度、夏休みですね、7月8月以降に向けてもう一回その福島産素材を何らかの形で作ったビュッフェダイニングをオープンさせようと思ってまして、実はもう今月中旬にはまあフードコーディネーターの先生を呼んでもう一回メニュー作成をしたいんですけども、まあ実はその時にこういった応援メディア隊の方に一緒にこう来ていただいて、そのどうやってその旅館の料理をこう作っていくかみたいなことをこう映像で撮れれば一番嬉しいなと思ってます。このチラシだから、まあ、1周年に向けて、まあ、2月に作ったチラシなんですけども、福島応援健康応援ということで、福島産素材 100% 手作り 100% の60種類のビュッフェを、まあ、作ってたんですね。で、また今後も、まあ、7月以降夏休みのチラシを作るのに、もう一回このフードコーディネーターの野村先生を呼んで、私どもの料理長とコラボレーションをして、また新たなビュッフェダイニングをスタートしてますから、まあ、とにかくこの福島応援についてはちょっとこれから進めていきます。そもそもこれは福島応援っていうキーワードあったんですか？そうです、そうです、もちろんもちろん、これうちが先ですから、これ去年からやってますから、実際におととしの9月ぐらいからやってます、ね、だいぶ綺麗ですよね、この間行かせていただいたんですけど。ありがとうございます。もう掃除だけは死ぬほどやってます。夏休み以降のもうお客様の見込みというのは分からない状態です。もう全然分からないです。まだ電力会社さんも、まあ、工事関係者は電力会社さんもまだまだ
いらっしゃるという予定です。今どのくらいの人数がいらっしゃるんですか？結構いらっしゃいますね。そうですね、復興関係、まあ、工事関係者の方々は大体、400名前後、はい、いらっしゃいます。それは他の、まあ、近くのホテルさんとかでもそういう状態ということですか？うん、まあ、あんまりね、他の地区の旅館さんには言えないんですが、工事関係者の方で結構バンダイ熱海温泉はご利用が多いものですから、まあ、そういった方と、まあ、警察関係の方で、まあ、結構旅館は入っている方なんじゃないかなと思います。今全室のうちだと400人というとどのくらいに当たるんですか？何割ぐらい？ですね、私どもで言うとやっぱり、5割ちょっと。あ、でもそれでも5割、5割ですね。相当じゃお客様入れるあれなんですか？そうですね、ただやはり宿泊単価がやっぱりね、やっぱり同じなもんですから、はい、まあ2倍獲得してやっといつもの売り上げに並ぶような形なもんですから。今従業員の方々の様子っていうのはどんな感じですか？もう比較的明るくて元気にやってるんですけども、実は5月に、新入社員が自宅待機を、まあ、解除して、はい、5月から新入社員がまた10名入りまして、で合計13人 の、 フレッシュな新人女性がですね、ニコニコしてお待ちしてますんで、はい、それはもう今研修をね、社内研修でもいろんな部署を回って、まあ、OJT という、はい、もので、フロントをやったりルームさんをやったり掃除をしたりとかですね、ぐるぐる回しまして、今月末にはもう現場に配属という形になります。じゃあもうほとんど従業員の方は、まあ、今まで通りというか新鮮前と変わらずに、そうですね、している形で、はい、さらに新入社員も、さらに新入社員も入れまして、かなりパワーアップしてますのでぜひ来てください。はい、まあ、今後の、まあ、どういう方針でいきたいっていうのがあれば一言お願いします。やはり我々福島に生まれた人間なもんですから、福島産の食材をたくさん使って、もっともっと、福島の旅館の先頭に立って、旅館ホテルを活性化というか、お客様をたくさん来ていただくように、頑張っていきたいと思います。